トップコンサートをしておりましたが、今日は、半中にパッと変わりまして、ここに、立っている次第ですけれども、どの国でも、世界どの国に行っても、私たちみんな共有の言葉が一つあります。それは芸術というものです。それは私たちにとって平和であり、そして友好を深める一つの将来に向かっていく素晴らしい方法ではないかと思います。愛是真的，我是你奉献。谢谢。